はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、はい。各クラブの自慢の点取りや集結ということで、ストライカーがね、限定として登場しましたので、こちらのグレード85以上、全選手徹底解説やっていきたいと思います。はい。今回、パート2の動画ということでね、はい。まあ、パート1の方の動画はね、すでに上がってると思うんですが、 まあ、ちなみにね、今回出ました、えー、新スキルね、ライジングシュートに関しましては、パート1の方でお話しさせていただいたので、ぜひそちらが気になる方はぜひね、パート1の動画を見てみてください。はい、ということでね、ここからパート2の評価に入っていきたいと思いますが、まあ、ちなみにこのストライカーの登場時期に関してなんですが、今日ね、7月31日から8月の31日ということで、ちょうど1ヶ月ね、排、えー、出がありますということで、 この期間の間にね、ぜひお気に入り券、ガチャ券とかね、まあガチャとか駆使してね、ぜひね、手に入れてほしいかなと思いますね。はい。ぜひ、存分にね、選手を狙ってください。ということで、評価の方を移っていきたいなと思います。 まあやっぱりね、パート1の方でも言いましたけど、相当メンツが豪華すぎる。うん。まあ、これまでの限定でね、まあ一番、当然まあ一番のレベルで、はい、豪華だと思うし、まあグレードね、ピック入らない選手が94ですからね。うん。まあこれは本当後半限定とかになってくると95でも入んなかったりとかするわけなんですが、まあそ前半でね、それぐらいっていうことはもう後半にね、なるとそれぐらいの、 限定に匹敵するということなんで、まあ当然ね、現時点でもトップオブザトップぐらいの、はい、限定の評価になってるんじゃないかなという中で、まあただね、一番はでもまあ、それはね、まあ選手のグレードが高いのはいいことなんですけど、一番やっぱね、スキルとかね、あの、ボーナーセントがしっかりとついてるかっていうね、その中身というところが、まあとてもね、大事になってくるところなので、今日はよかったらね、そこの3、えー、そこのね、選手評価の参考にぜひね、聞いていっていただければなと思います。よろしくお願いします。 はい。ということで、じゃあ、ここからね、評価に移っていきたいんですが、まず、評価基準の説明をさせてください。こちらです。はい。えー、この動画の評価についてなんですが、スキル、能力値、総合力の3項目を、1から10の10段階で評点付けをします。で、またですね、えー、そこの評点を付けた後に、一、まあ、人一人ね、長期の項目をもとに細かい評価、出していけたらなと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、じゃあ、早速ね、1人目から参りましょう。まず、1人目の選手はこちらです。 はい、えー、横浜 FC の小川幸喜選手です。小川選手、スキル10、能力値が9、総合10で評価しております。はい、ということで、ここね、高評価になりましたが、見ていきましょう。まずは、スキル構成なんですが、魂のゴールハンター、超次元、ボレーということで、 はい、豪華だと思います。まあね、魂のゴールハンター。まあ、超次元を持ってるっていうことがね、まあ、この組み合わせで一番大事になってくるとこなんですが、まあ、魂のゴールハンターいいっすよね。で、ボナ戦がまあ、金 P なんで、まあ、こことうまくマッチしてると言いますかね、裏50と裏30のこのね、まあ、スキルの組み合わせと、で、あと、ボレー持ってるのもね、非常にいいですね。ここの2つのスキルでカバーできないところっていうか、まあ、それと違った強さを見せれるスキルなので、まあ、第3スキルとしては、はい、理にかなってると思うので、まあ、ここスキル評価は10でしょう。 で能力値的には、まあ、ここ、ボナセンオフェア来てないんで、9にしてますが、ま、あ正直、ボナセンキンピーなんで、まあ、それはいた方ないかなって感じがします。で、相互は10の評価で、えー、出しております。はい、ということでね、小川幸輝選手、まあ、ほんと、積別のって言いますかね。まあ、これが、多分ですけど、ま、ま、わかりませんけど、前半シーズン終わるまではね、まあ、おそらく小川選手のベストカードになるんじゃないかなっていうぐらい仕上がってるんじゃないかなと思います。 例えばこれを超えるとしたら、リーグという点で見るんだったら、フォーカスとかで、例えばね、ピックワークとかで出てくるとか、で、これぐらいのスキル構成持って出てきて、ボーナ戦オフェーで持ってくるとかだったら、超えてくる可能性ありますが、ちょっと可能性としてはもう薄いのかなと思うので、小川選手を十分にね、狙ってる人はもうここ最後集大成と思って、ぜひね、頑張ってほしいかなと思います。まあ、取って損をしないぐらいの、はい、仕上がりの良さを見せてくれると思う、まあ見せてくれるとか、まあ見えるので、 はいまあここボナー戦のね EP 金 EP プラス生かしてクラちゃんという点で見ても、まあ、スキル構成的にもね十分に稼ぎが得ることができそうなスキル構成になってますのでまあクラちゃんでもリーグでもどちらでも、まあ、トップぐらいの評価にはあるんじゃないかなと思いますのでまあ、どっちで使うかは、ね、その人次第にはなるんですがどっちで使っても、はい、強さは生きると思うんでぜひ、ね、自分の好みでもし手に入った時は使い分けてみてください。 まあ素晴らしいカードが出ましたということで。まあ小川選手、去年からね、いっぱい強いカード出てきましたけど、まあどうすかね、ちょっと比べてみないと細かいところはまあ比べてみないとわかんないですけど、まあナンバーワンの可能性が十分にあるカードということで、まあここね、逃したら、まあいつ戻ってくるかわかりませんけど、まあ本当に戻ってこない可能性もあるんでね、まあ本当仕上がりいいカードを持ってる人はぜひね、狙ってみてはいかがかなと思います。はい、じゃ続いての選手見ていきましょう。こちらです。 はい。えー、湘南ベルマーレの町野修斗選手です。町野選手はスキル10、能力値が10、総合10ということで、えー、今回初めてのオール10評価を出させていただきました。はい。じゃあ、ここ見ていくんですけど、まずスキル構成は、まあ、超次元エンスストライカーボレーというね、まあ、これどっかで見たようなっていうね。はい。デーゴー・リベラ選手と全く一緒かな。ま、あ一緒な気がしますけど、うん。まあ、ここは当然ね、そっちでも10つけたんで、10の評価になると思います。 で、能力値に関してなんですが、ここはね、94ということでピックアップ免れまして、免れたという言い方良くないですけど、まあリーグ的には免れた方が正直美味しくて、これなんでかというとね、オフェンス20%プラスがね、ボナスに乗ってくるからですよね。うん。で、ここの恩恵を受けた結果、能力値はまあ重評価をつけれたということですね。はい。まあこれ、ボナス入れるだけでも、そうね、1900も2000近くぐらいまで行くんじゃないですか。はい。で、クラブリンクあるとも2000超えるんで、めちゃくちゃいいと思いますね。はい。 で、総合的にはここ10の評価でもちろん出しております。はい、ということでね、小川選手同様なんですが、町野選手もね、はい、今回でちょっとお別れというね、一旦お別れという形になりました。もう決まっちゃいましたからね、はい、移籍が決まっても移籍先にはい、もう行っちゃってるので、まあ前半シーズン同じくなんですけど、まだまだ前半シーズンはね、もうちょっと続くので、まあこのカードを超えるカードがリーグ的にあるかと言われると、 うーん、まあそうね、同じくフォーカスぐらいかな、可能性あるとしたらね、まあ、ほぼないと思っていいんじゃないかなと思うんですが、ただそういうね、フォーカスで出る可能性があるかっていうと、まあなくはないですけど、 うん、まあ、これぐらいのカードが出たということはもうそういうことなんじゃないかなと。うん、なんかお別れの合図がしますね、うん。お別れな感じがしますけど。はい。なかなかまあこれをね、超えて仕上がってくるカードっていうのは、まあ、今後カード化されることあってもね、まあ、なかなかちょっとスキルがとか、まあね能力値がとかあるかもしれないし、というところを踏まえると、もうここが最後と思ってぜひね、あの、まあ、小川選手同様なんですけど、町野選手のいい素材とか持ってる人もそうだし、まあ、湘南でお気に入りとか、 はいああ。お気に入り、まず、あ、ね、あの、お気に入りっていうよりは、クラブリンクね。とか、まあ、マリノスもね、過去クラブリンクあったりすると思うんで、まあ、そういうところを意識する人は、ぜひね、狙ってみてはいかがかなと思います。まあ、ボナセンオフェープラスもね、これ生きてくると思うんでね、そういう場合はね、特に強さ増すと思うんで、まあ、当然ね、ストライカーは、はい、まシ、あ、c f ュフ分に務まるスキル構成と能力値してるんで、まあ、ここは、まあ、当然当たりカードになってくるかなと思いますし、 まあラストチャンスと思ってぜひね、町野選手の継承とか、まあ考えてる人はぜひね、しっかりと、まあ、1ヶ月かけてね、まあ長いですからね、意外と1ヶ月でまあまあ猶予あるんで、まあぜひ狙ってほしいかなと思います。はい、じゃあ続きまして3選手目見ていきましょう、こちらです。はい、アルビレクス新潟の伊藤良太郎選手です。伊藤選手はスキル10、能力値が9、総合10で評価しております。 はい、ここ見ていくんですけど、スキル構成10ということで、まあ、正直トップ下の中で今シーズンで一番いいスキルの組み合わせしてるんじゃないかなと思いましたね。はい。まあ、あそうですね。まあ、ど、イメージ的にはチャナティップ選手の TSS とか TS とかとちょっと近いかなっていうね、感じがしますね。まあ、超次元、スペクタクル、ダブルタッチ、キラーパス。もう文句ないんじゃないですかね。もうトップ下でこれ以上あるかな。まあ縦ドリまあ、キラーパスが縦ドリブルとかでもいいと思うんですけど、うーん、まあ、 はい。文句ないと思います。これに文句つけるんだったらどう文句をつけていいのか正直僕わかんないんで、まあ、スキルはこれも10ですね。はい。で、能力値が、まあここもボナセオフェまで来てないんで9にしてますが、まあ基礎値でも1523っていうことは、まあ十分高いんですけどね。はい。で、えー、総合的にはもちろん10の評価で出しております。はい。まあ今まで伊藤亮太郎選手ね、まあいろんなフォーカスとかね、まあ月間系とか出てきましたけども、多分これがナンバーワンじゃないかなと、個人的には思ってますし、 まあちょうどね、固まりましたけど、前回のね、小川選手とか、町野選手みたいに、伊藤選手もね、もう、シントトロイデンに移籍決まりましてね、今日もなんか、ちょうどツイッター見せたら、スタメンでね、開幕スタメン出てたということで、すごくね、今後が気になる伊藤選手なんですけれども、とりあえず J クラ的な話で言うと、今シーズンの前半でとりあえずお別れが決まりましたので、これ伊藤選手の同様ね、これからまあフォーカスとかももう出ちゃってますし、余計にね、あとプレメとかでもしかしたらワンチャンあるぐらいとかですかね、 伊藤亮太郎選手ね、もしかしたらまあ黄色限定でもう一発ぐらいあるかもしれませんが、これを超えてくるとは限らないんでね、同じくね、まあ、ここはもう伊藤選手をしっかり狙いたいんだったら、もうこれ以上の素材はないと思って狙いに行くべきだと思います。で、ボナセン、ピックアップ選手なんでね、キンイピープラスなので、じゃあ、クラちゃんの話なんですけど、まあ、クラちゃんとしても当然。 まあ、十分に、はい、稼げるんじゃないかなと思います。まあ、スペクタクルダブルタッチの発動率とかで、だいぶ稼ぎ変わってくるかもしれませんが、まあ、でも、長次元持ってますし、まあ、キラーパスも持ってるんで、まあ、どれもスキル発動ね、それなりに期待できるので、まあ、組み合わせとしても文句ないかなというところで、当然、クラーチャンでもいいし、まあ、一番はでも、個人的にはやっぱトップ下のリーグとして、まあ、シャドウでもいいですけど、リーグとして、ぜひね、活かしたい、まあ、そんなスキルの逸材じゃないかなと、個人的には思ってます。 まあ、これまで見てもね、トップ下の現役選手でも一番正直スキル的に仕上がってるんじゃないかと思われるぐらい、はい、いい印象です、正直ね。はい。まあ、ちょっと惜しい、惜しいね。J クラ的にはちょっと惜しいですね。これぐらいのカードが出る選手がね、海外に行っちゃったっていうのはね。まあ、なんかそういうのも感じさせるぐらいの、まあ、個人的には今、ベータ褒めしてますけど、めちゃくちゃいいカードだと思うんで、ぜひね。もう伊藤良太郎選手だけで新潟沖に行く価値も当然あると思うんで、ぜひね。 はい。狙ってみてはいかがかなと思います。まあ、それぐらい個人的には、ちょっとうなるぐらいいいスキル構成してんなと思いましたね。まあ、いろいろ正直ね、フォワードの選手とかでいい選手いっぱいいますけど、まあやっぱトップ下のこれぐらいの質のいいカードってなかなかないからね。うん。すごくいいカードが出たんじゃないかなと最後にね、と思います。まあ最後とは限らないですけどね。まあ一応最後かもしれないんで、うん。まあぜひね、狙ってみてください。当たりカードだと思います。 はい。じゃあ続いての選手見ていきましょう。こちらです。はい。名古屋グランパスのキャスパーユンカー選手です。ユンカー選手、スキル10、能力値9、総合9で評価しております。はい。ここもね、スキル10評価ですが、まあ、超次元シュート、音速、ボレーというね。はい。いいですね。まあ、文句ないですよね。はい。まあ、これはさっきの、まあ、町の選手という、まあ、比べるとエースストライカーと音速の違いなんですけど、まあ、当然、音速ドリブルもこのスキル構成だったら活かせることができるので、 まあ、重評価かなと思いますね。はい、文句ないかなと思います。まあ、ボレーと超次元の相性もいいしね。うん、まあ、後半とかからこれもいいかもね。音速より活かそうと思えばね。うん。まあ、より後半に出てきたらちょっと嫌だなって感じがしますけど。でも、仕上がり良ければ先発でも、はい、十分いけると思います。で、能力値に関しても、ここしっかりボナセンオフェ来てるのでかいね。これもでかいです。正直、これ評価、あ、これ待って、これ10だな <laughs>。あ、ちょっと待って。 いや、これ10だわ。すみません、間違えました。これ10、10つけましょう。うん。これ10つけとこう。おいおい。1568の5な線。まあ、10ですね。はい。10にしましょう。ごめんすいませい。すみません、間違えました。あの9じゃなくて10です。で、総合10ですね。な皆さんが見てる分は最初から10になってると思いますが、ちょっと僕はヒューマイラーを起こしまして9にしてましたが、まあ10でしょうね。ということで、まあ、総合も10になってきますね。はい。 ということで、まあ、これを重評価つけるか否かっていうところで、まあ、スキル構成的に言ったら、まあ、ちょっと、まあ、あれかなっていうところが、まあ、ないんすよね。うん。<laughs> いや、ないんかいって感じですけどね。はい。文句ないと思います。 まあ、音速と超次元の組み合わせっていうのも結構よくて、やっぱり。うん、何がっていうと、やっぱ音速で、あの、縦ドリブルで距離稼げる距離っていうのは結構絶妙な距離で、超次元とか持ってると特にそうなんですけど、あとちょっと入んないなっていうところから結構縦打ってくるんですよね、縦ドリブルね。で、それが、まあ、なんで後半から出してくると嫌かっていうと、その縦ドリブルが抜けやすくなると思うんですよね、やっぱ後半から来るとね。まあ、それなんでかっていうと、自分の、まあ、選手、まあ、 まあセンターバックでもいいしボランチでもいいんですけど、まあ、そういう対応する選手がいると思うんですがそこのスタミナ値とかが替えが効いてないと余計にちょっと辛いんですけど、まあ、そういったものもあって抜かれやすくなると。というとこ踏まえると、まあ、そういった理にかなってる組み合わせと言えると思うんで、まあ、ここは重評価出しておきたいなと思います。 まあ、ユンカー選手もね、今年も11ゴールですか ?2 桁乗ってて、まあ、トップスコアラーとかもだいぶ濃厚になってきた中で、じゃあトップスコアラーとかになったらどれぐらいなんだろうってなると、まあ、当然グレーター多分95超えると思うんですよね。今年の得点力だとね。で、さらにここから余計に伸ばしていくと余計にね、期待ができると思うんですが、まあ、現時点でも正直、ね、もう、金畑級には乗っていいと思うんで、トップスコアラーの時はね。はい。 という面で考えても、まあ、今後にも十分期待できるし、まあ、今現状でね、これぐらいの評価ではなるんですけれども、まあ、十分に、まあ、そのグレード以上の強さを発揮できるようなカードも出てますんで、まあ、当然ここを狙う価値は十分に、はい、あるんじゃないかなと思います。まあ、去年からね、まあ、去年おととしかな、おととしからかな。 まあ、浦和時代でのカードとか出てたりとかするんですが、意外とね、まあそうね、今はレギュラーね、80代とかですけど、あれが意外な感じで、もともとね、グレード的にも結構高かった選手なんで、まあそこに近づくぐらいのカードはおそらく今後出てくると期待できるんですが、 まあ今のうちにね、レギュラーの80代とかの,あの餌としてね、結構貯めておきたいですよね。で、なんなら選手抽選とかしてね、受けといてもいいぐらいの価値ある選手だと思うんで、ん、まあここはね、当然それも狙いつつ、名古屋でお気に入り蹴りつつみたいな感じでも、全然いい立ち回りじゃないかなと思うんで、はい、ここはね、ぜひ狙ってみてはいかがかなと思います。まあ当然、このままでも十分強いですが、よりね、仕上がってくると、まあ、当然ね、CF として使っても、まあ申し分ないぐらいの、はい。 かわ、まあ、いが効かないぐらいの感じのカードになってもおかしくないと思うんで、ぜひね、そういった、もともと素材持ってる人の方がちょっと有利ですけど、まあ、これから仕上げに行くという気持ちで取りに行ってもいいと思うし、はい。ということで、まあ、ユンカ選手ね、いいカード出たんじゃないかなと思います。まあ、ここもぜひね、狙ってみてはいかがかなと思います。はい、じゃあ続いての選手行きましょう、こちらです。はい、京都さんが FC のパトリック選手です。パトリック選手、スキル8、能力値が9、総合8で評価しております。 はい、ここ見ていくんですけど、スキル構成が8ということで、ここポストエースまではいいんですけどね、これ邪魔なね。<laughs> 一番下にあるね、うん、豪快ヘッドね、これのせいで8ですね。うん、上2つは悪くないですよ。ただ、クラチャン的に見てですけどね。はい。ということで8にしてます。で、能力値的には、ここボナセオフェー来てるんで、9にはしてますね。はい。まな、あ、んなら10でもいいぐらいですけどね、ここもね。はい。で、総合的には8の評価で、はい、出させていただいてます。 うん、まあ、そうね。まあ、そのまあそうですね。ここも、まあ、ディエゴ・リベラ選手を近い評価になってくるんですけど、あ、じゃあ、ディエゴ・リベラ選手じゃない。えっと、誰でしたっけいましたね、ポストの選手ね。うん、たいたと思うんですけど、誰でしたっけあれ、ディエゴでしたっけディエゴ・リベラ選手やったっかなあ、じゃあ、コールキ選手か。 怖い怖い怖い。<laughs> コーロキ選手ね。コーロキ選手に似たような評価になるんですが、これクラチャンでの評価は結構高い、高くなりやすいね、A スキルのポストプレイヤー持ってるんですけど、これね、クラチャン的に見てもね、これ B ヘッドは痛いっすね、やっぱね。うんだらクラチャンって結構そスキル発動で EP 稼がないといけないってなった時に、まあ当然ポストプレイヤーだけでも稼げるんですよ。まあそれがメインでもそこで稼げば正直お釣りくるんですけど、ただまあその3スキルせっかく持ってるという感じに関してはちょっとね、そこは評価がちょっとむずく、ね、なかなか、 まあいいとはいえね、うん、3スキルやっぱ生きた方がいいんで、そこでやっぱちょっと減点せざるを得ないんで、まあ総合的にも8になってると思ってください。まあただ、まあ結局さっき言った通りポストプレイヤーで稼ぐと思うんで、意外と気になんないかなっていうところはあります。ただ、標点付けするとこうなっちゃうんですけど、だからまあそこがね、意外と使っててまあ気になんないと思うんですよね、正直な話。だら気になんない体で見ると、まあ、 評点では8つけましたけど、正直まあ9ぐらいの評価は、はい、出していいんじゃないかなと思うし、ボナセンね、まあプラスね、ボナセンが EP30 パッププラスだし、まあ他のね、あの、センスとかで EP 補強できると当然クラチャンでね、稼ぐ選手になってくると思うんで、まあここはそういう道で、はい、ぜひ評価していいんじゃないかなというところで、ちょっと評点つけるとちょっと印象悪いですけど、はい、まヘッド気にしなければ大丈夫ということで、まあぜひね、EP 乗ってる人はね、クラチャン運用に向けてぜひね、え考えてはいいんじゃないかなと思います。 まあリーグで見るとやっぱちょっとね、も、やっぱちょっと物足りないかな。うん。まあパトリック選手も、うん、まあどうすかね。今年多分もうトップスコアラーが出そうかな。まあ一応まだぶっちぎってはないですけど。まあ今9ゴールぐらい決めてまして、まあ4ゴール差ぐらいあるかな。豊川選手やったかな。2番目、あの、迫ってるのがね。うん。 で、まあ、そっちの方の期待値の方が高いんじゃないかなと思いますね。はい。グレードはなかなか95乗るかどうかっていうのはちょっと怪しいですけど、まあ、去年も94ぐらい来てたんでね、まあ、90、まあ、これ90ですけども、90以上にはなりそうですね、とりあえずね。うん。95付近には来そうな気がするんで、リーグ狙ってるんだったらそっちをちょっと当てにしてみてはいかがかなと思います。もうちょっと時間長いですけど、ね、あと半、半年ぐらい。 先にはなりますけど、まあそういったところに、まあ標準絞ってもいいんじゃないかなと。今回、クラチャンでね、パトリック選手とか気を考えてる人はぜひね、まあ狙ってみてはいかがかなと思いますね。はい。では最後の選手見ていきましょう。こちらです。はい。セレッソ大阪のレオセアラ選手です。レオセアラ選手はスキル10、能力値9、総合10で評価しております。はい。ということで、ここ10評価出していきましたが、見ていきますと、まあ、スキル的には新スキルね、こライジングショット。 あ、ライジングシュートね。ごめん。間違えない。ライジングシュートね。まあ、これね、さっき、あのー、お話しした時に、この射程距離がちょっと気になるんだよねって話をしたんですが、これは、まあ、スピードスターでうまく補ってると思えば、まあ、スキル構成的にはいいんじゃないかなと。まあ,あ、とはライジングシュートの強さ次第かなと思うんですけど、まあ、強さっていうのは、そのシュート成敗に対してね、まあ、要は点を取れるかというところになると思うんですが、まあ、そこは期待して、一応、銃つけたいなと思います。で、まあ、エースストライクを持ってるのも悪くないんじゃないかなと思います。 で、能力値的にはここもボナセンオフェ持ってませんが、多分歴代の中で一番高いですね。1696。ここまで出たら多分限定選手の中で一番オフェ高いと思うんで、まあ正直10つけたいですけど、まあただね、えボナセンオフェあるかないかって結構でかいんで、まあある選手に比べたらちょっと9ぐらいかなと。まあ10はちょっとつけづらいかなっていうところで9にはしてます。で、総合的にはもちろん10の評価で出しております。 まあ、クラちゃん的に見てもね、ボナ戦が金オフェンス、あ、じゃじゃ、金 P プラスなんで、まあ、クラちゃん的な話をしても、まあ、ライジングシュートで裏50あるし、スピードストライカー裏30あるし、え、あ、スピードスターね。裏30あるし、で、エースストライカーもまあ悪くないしね、スキル的には。うん。まあまあ、いいんじゃないですか。いい組み合わせじゃないかなと思いますけど。まあ、これもどっちかというと先発タイプではないんですけどね。まあ、後半タイプだと思うんですよね。このスピードスターより活かそうと思えばね。 まあただ能力値高いんで、まあ例えばリーグで使おうと思った時に、じゃあね、オフェンスとかキラーとかもうちょっと乗せれますと、クラブリンクとかね。まあそういったとで上乗せすると、まあ強さは当然出ると思うんで、まあ文句はないかなと。うん、まあ先発でも十分当然使えると思うんで、まあそこは好きな運用方法でいいんじゃないかなと。まあクラちゃんはもう先発からね、稼げるんだったら行くでしょうけど、まあリーグであの仕様考えてる人はそういうとこ考えてみてください。 まあただ、まあ、一つ気になるのはやっぱね、ここまで強いと言われてきた超次元とボレーがないっていうね、点があるんですよ、一つね。うん。ここに関して言えば、もしかしたら物足りなく感じるかもしれない。と思います。個人的には、こう、ライジングシュートをうまく活かそうと思えば、やっぱ、ちょ、異次元欲しいんだよね。トップグレードとかになってくるとね。そこはね、ちょっとね、まあ、あ、じゃあトップグレードじゃん、2番目ね。98のグレードならば、まあ、異次元ぐらい欲しかったかなっていうのが正直な本音かなとは。 思うんですけど、まあ、ライジングシュート次第かなと思いますね。そのライジングシュートで結局点取れればいいわけですから、まあ一試合で複数点とか期待できるんだったらね、それはそれでいいしというところで、まあちょっとまだそのライジングシュートに関して未知数なところがまだあるので、ちょっと評価が正直難しいんですよね。まあそれがメインウェポンで、それ以外がもしライジングシュートがダメだったら評価できないというスキル構成にはなってるんで、はい。まあ正直ここ次第だと思いますが、まあぜひね、気になる人は使ってみてはいかがかなと思います。 はい。ということで、6選手評価終わりまして、いかがだったでしょうか。まあ、今回はね、特に10評価バンバンつけてるんで、ちょっと参ってきてますけど、まあでも仕方ないですよね。ここで9とかにしてもいいんですけど、まあやっぱり素直にね、評価つけるもんだと思うんで、まあ10評価結構連発すると思います。まあこれからちょっと見てみないとわかんないですけど、まあ結構いいね、前半の方にいい選手が固まってるだけなのかもしれないので、まあ一概にこれが続くとは言えないんですけど、まあやっぱり、まあポジション的なね、 こともあってやっぱ期待値が高いというか、まあやっぱ豪華な選手たちが出てるという点も含めて、まあ結構やっぱ豪華な限定になってるのかなっていうのは、まあこの中身もしっかりと評価できてるというところも大きいんじゃないかなと思いますね。はい。まあ予想以上になんか <laughs> ね、いいスキル構成でみんな出てきてるんで、うん逆に悪い選手がいたら悪目立ちすごくしそうなんですけど、それはちょっと心配ですけど、まあこのペースでね、もしパート5まで行こうものなら、はい、最高の限定なんじゃないかなというところの評価で。 はい、今まで来てますが、果たしてこのパート3以降はね、どういった評価になるのかと思う、ね、というのも、まあ、その選手個々ね、注目してみてほしいかなと思いますので、これからもよろしくお願いします。ということで、じゃあ今回パート2のストライカー評価動画は以上になります。おご,ございました。この辺で失礼します。バイバイ。